アルメさん、こちらです。です。それでは今回なんですけども、無料送金アプリ、プリンの送金方法が進化ということで、これまで何度か登場している無料送金アプリのプリンなんですけども、送金方法がちょっと進化したので、まあそちらについてお伝えしていこうと思います。ということで、今回追加された機能として、スワイプ送金という機能が追加されました。ちなみにこの機能が追加されたことで、もし7月21日までアプリをインストールして本人確認まで完了したら、4円がもらうことができます。そして、スワイプの送金の方法のやり方なんですけども、まず1番、プリンのホーム画面で送りたい方をまずタップします。次に2番、右下のプリンのマークをタップします。次に3番、まずここでコインが表示されるので、送りたい額のコインを選択して、4番、スワイプで送金完了ということですね。ちなみに、もしスワイプ送金を試したいという方がいましたら、公式ページにもあったんですけども、プリンの広報のソネダさんという方にも送れるみたいですね。まあ僕も試しに送る方がいなかったので、まあ早速このプリンの広報をソネダさんに送ってみましたので、その映像がこちらですね。まず、こんな風にコインが表示されるので、まずは試しに1円を送金します。そして、今度は5円を送金という感じで、こんな感じですね。もうめちゃくちゃ簡単で、すごくなんか画期的な感じでしたね。なので、まあ7月の21日までにアプリをインストールして、本人確認を完了させたら、試しに1円を4回送ったら4円分がまたプリンからプレゼントされるので、まあ試しにやってみるのもいいと思います。ちなみに現在プリンではこちらの招待コードを入力してプリンの登録をしたら200円がもらうことができますので、ぜひ試してみたいという方がいましたら、下の概要欄にリンクと招待コードを載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、今回は無料送金アプリのプリンについてお伝えをさせていただきました。本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。